はい、お疲れ。今日は紙パックのなんかちっちゃいワインあったんで、これと今日はですね、北海道フォンデュ、光って見えない北海道フォンデュを作っていこうと。あとなんか冷蔵庫にちっちゃいチーズフォンデュっていうのあったんで、これも一緒に入れちゃおうかなと思ってます。よいしょ。はい、それではですね、作っていきます。油引いて熱しますとか。はい、玉ねぎ真っ白だね、映ってるかな。玉ねぎ、シチューだからもう全部入れちゃっていいのかな。豚肉、これなんだろう。鶏肉、これを炒める。あんまり弱火じゃ火入んない。この鍋の弱点は手でこう持てないのが弱点で、その間ワイン、これうまい。入れるかな、焦がさないよって言われたけど、弱火にしてるとなかなか火どうなのね。鍋に対してヘラがでかい。はい、もうちょっと強くていいのかな、炒まらないのか。でも煮込むからね、煮込む予定だからね。あー、ワインうめ。このワインの味好き。そんなにシチューを炒めないといけない。いい、油回せばいいんじゃん。わからんけど、いつも通り。一応これ読んでんだよ、俺作るとき読んでんだけどよくわからないんだよね。あ、牛乳は最後に入れたね。これ読んどかないとね。全部焦がさないように。そんなに神経使ってシチュー作ったことないんだよ。カレーだとね、焦げ目つけんだけどね、シチューは違うんだね。ブツブツ言いながら、ワイン飲みながら作ってます。これはパン、フランスパンなどをと野菜をつけて食べるシチューだって、うん、ワインがうまい。あ、これうまいね、味。そろそろ水入れて炊いていいのかな。しんなりしてきましたね。見えてる、映ってるのか。カメラが見えない。玉ねぎしんなりしてきたんで、お肉もちょっと火通ったんで、強火にして、お水、本当は 600cc ね。今 600cc じゃないけど 500cc 出た。追加、はい、100追加で、牛乳は最後に入れるんだってさ。で、蓋して待ちましょう。はい、沸騰したんで、ちょっとアクを、やっぱアク結構出るんだね。アクを取ってって書いてあったからアク取ります、一応下手って突っ込まれてる、汁が。アクはでもね、旨味だからあんまり取っちゃいけないんだよ。今日鶏だから白湯スープみたい。まずアクはあんまり取りたくない。あ、2杯目ハイボール、柔らかくなるまで煮込む。別に硬い材料入れてねえから、一旦火を止めるを割り入れ溶かす。こっちか。はい、火止めて、ルーを割り入れて溶かすって。よいしょ。こういうの。で、こういうの。はい、じゃばで、溶かす。溶けるかな。とりあえず今シチューの方を溶かします。あ、色がね濃い。あの普通のクリームシチューって白いじゃん、オレンジ色だ。へえ、結構オレンジ色だね。これ玉ねぎね、少なめにこう入れたんだけど、これ分量通り入れたらすごいものできそうだけど一旦火を止めるルーを割り入れ溶かす。で、最後に牛乳を入れ煮込む。とろみがつくまでって約5分って言って、
十分、しかもとろみついてる。ここに牛乳入れます。牛乳、200cc。 あ、うまいね。お、ちょっと火つける前に一回混ぜます。味見てみます、どういうものか。いや、入れていいような気する。味見たもんね。塩味がすごい。でもチーズフォン、あ、まあシチューだからな、チーズフォンデュじゃないよ。ちょっともうちょっとチーズのコク入れたいな。ってことで、ちっちゃい、チーズフォンデュ。これでもマーガリンとかバターみたいな風味だったんだよね。こういう、これちょっとコクプラスのために入れます。あっちこっち飛ばして怒られてます。それでとろみがつくまで約5分煮るって書いてある。ご飯にも合うし、パンにつけて食べるみたい。最後の仕上げ、俺の好きな味の素ゲー。まあ、説明書きにはね、とにかく焦がさないようにをいっぱい書いてるから、焦がさない、なんだろうね、焦げるんだろうか、すごい書いてある。焦がさないよ。そんなのあんまり見たことないからね。この色濃いのってカメラでわかるのかな。オレンジ色だよ。普通のクリームシチューより結構オレンジ色。よし、完成。食べていこう。玉ねぎかなり少なめにしてるのにね。さて、これをどうやって俺が食べようかな。俺もやっぱ小皿的なのあった方がいいんだろうね。俺も味見というか食べます。つけちゃえ、迷わずつけた。こんな感じ。なんて言ってる。まずくはない。でもチーズフォンデュの感覚で食っちゃダメ。俺木べらで食えっていうこと見て、しかも薄い皿なんだけど、シチューなのに薄い皿。バケットがどうなんだろうな。バケットが今一つのような気もする。多分これ下しちゃって食べるからバケットのうまさも殺してるような気がする。俺は多分バケット単品で食えばそれなりにうまい。なんか浸しちゃうから美味しくない。美味しく、うーんってなもん。シチュー、濃い味シチューだね。これでもチーズフォンデュみたく、なんだろう、つけて食べる系じゃまろやか感じるな。うん、普通のシチューで十分だな。普通 のクリームシチューにバケットつけて食った方がうまいかもしれない。決してまずいとは言わないんだけど、食べ慣れないからなのかな、わかんないけど。焼きたて出来たてバケットがなんか柔らかいのが、なんか浸すとなんか違くなる。ハウスさん、これはどうなの。俺はこれはあんまおすすめできないな。味がまずいとかじゃない、なんかね、中途半端だよね。ご飯にも合うって書いてあるから、もちろん当たり前じゃんと思うけど。これ浸さないでバケット食ってみます。あー、うまい。そのまま食った方がうまいっす。浸さないよこれ。あ、まあね、好みなんだろうけど、俺は浸さない方が好き、やっぱりバケット。ご飯もチャレンジします。で、ご飯にも美味しくって書いてあった。ご飯、ちょっとご飯にもチャレンジ。あ、そういえばうちでシチューに、あ、ご飯にシチューかけない派とかける派がいます。俺かける派。つかどっちでもいいんだけど、バケット浸さないでご飯にかけるって、例えばこれチーズ乗っけて、チンじゃねえよ、焦げ目つけてみたいな。ドリアうちたまにあるけど、シチューの2日目とか。あ、これはその方がうまい。バケットによるのかね。メーカーさん勧めてるよりご飯にかけて食った方がうまいって感じで食べていきます。これバケットほぐしてあだ名つけたいくらい。バケットほぐしやがった。せっかくバケット好きの人が食べるのはもったいないよ。